私と旦那は化学系の大学卒。趣味と実益を兼ねて、台所には少々の化学薬品や実験器具が並んでいる。引っ越してきてすぐに顔を出した近所の A が泥多くなった。A が来ると必ずというほどではないが、わずかなものがなくなる。主に台所用品が多く、それも予備の歯磨き粉とか洗剤とかのコソ泥専門。ある日、台所やガスレンジの油汚れを掃除していたら A がやってきた。家の水回りがあまりにも綺麗で、新品同様なのにびっくりしていたみたい。何を使っているのか、あまりにもしつこく聞いてくるので、答えてやった。このガラス瓶に入ってる液を希釈して使う。濃度にもよるけど、使用濃度まで希釈すれば、費用はタダみたいなもの。特に油汚れを落とすのに最適。その他食器の付け置き洗い、風呂のカビ落とし、ガラス拭きとあらゆるものに使える。これを原料に石鹸を作ると、肌に優しい石鹸ができ、顔も髪の毛も洗える。欧米では普通に売られているものだけど、日本では入手が難しいみたい。と説明をしていたんだけど、途中からこんな便利なものがあるの。と、A のテンションが高まってきたあたりから、私の説明は半分も聞こえなかったみたい。A が帰った後、掃除の続きをしようと思ったら、案の定、薬品入りのガラス瓶がない。ま、中身はただ同然だし、A にも薬品名をちゃんと伝えてあったから大丈夫でしょ。だけど、後でこっちに濡れ衣着せられても嫌だから、一応、警察には盗難として被害届を出した。犯人については心当たりがないということにしておいた。数日後、A から電話があった。受話器を取ると観測史上最大級の不事故だった。以下要約。あなたからもらった薬品を使ったら、指紋がなくなるほど手がガビガビに荒れた。あげてない。その手で顔を触ったから、頬が真っ赤に腫れた。ガラス窓を拭いたら、ゴムパッキンとアルミサッシがボロボロになった。などなど、想像以上の斜め上のことをやらかしてくれました。この薬品は NAO 派、なおですよと、こちらはちゃんと説明してあったんだから問題ないよね。ペーハー管理もしないで火星ソーダを使うなんて、なんとわかりやすい自爆例。私が警察に言うかどうかは、今後の A の対応次第。